用が変わるべきなのは財布を忘れる癖だな。お客さんさ、しょっちゅう財布忘れるでしょ。今なんか上海行ってるんだっけ。あの彼氏さんがさ、赴任する前にここに2万円置いてったんだよ。参ったね。だから安心して飲んでってくれていいよ。彼氏じゃないんです。一番の親友なんです。